上田市ではサントミューゼを芸術・文化の発信拠点として育成を基本理念に事業を展開しています。中でも一流の芸術だけでなく芸術家とも触れ合うことで創造力・コミュニケーション力を育み、芸術の多様性を感じてもらうことを目的とした芸術家触れ合い事業に取り組んでいます。このコーナーでは上田市行政チャンネルのマスコットキャラクターぎょうちゃんが芸術に目覚め、サントミューゼの活動に参加してその様子や芸術の魅力についてインタビューを行います。今回ぎょうちゃんはバイオリニストの南紫音さんによる清明小学校クラスコンサート、そして西部公民館地域ふれあいコンサートにお邪魔してきました。何の音楽弾かれるのかなっていうのを楽しみにしてます。たまに家でピアノを弾いたりします。誰かが演奏してくれるみたいなのを聞く機会がないので楽しみです。皆さんはこれまでにバイオリンの生演奏を聞いたことってありますか？ない。初めて。太い方がこんな音、高い方がこんな音だけど、どっちが低いか。こっちが低いよね。一番太い弦、今見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっと震えてるんですね。よーく見たら。今こうやってこすって音を出してるって言ったんですけど、その他にも一つ特徴的な奏法があって、ピッチカートっていう、こう指を使ってこう弾く、ギターみたいに弾いて演奏する曲もあります。ギターっぽい。そうなんです。だからこれから皆さんにご紹介する曲の中にもピッチカートたくさん出てくるので、探しながらね、ぜひ聴いてみてください。でこういろんな時に、実はね、私たちの生活のいろんなところにあふれているもので、次に紹介するのはバルトークという作曲家が作ったルーマニア民族舞曲という曲をご紹介します。作ったと今言ったんですけど、実は作ったというよりは
採取したみたいな言い方で、例えば上田にしかない音楽っていうのがあったりしますか？喧嘩、バルトークさんが例えばあの上田の皆さん、上田でしか聴けない曲を教えてくださいって言って、あのその曲を聴いてこう書き留めるんですね、楽譜に。でもルーマニア民族舞曲の曲はこんな感じ、こういう漢字を書くんです。でこの民族、こっちの漢字を使うこの民族っていうのは、そのどっちどっちで、あの風習だとか習慣、音楽とかそう伝えられてきたものの、うん、物事のことを言いますね。あのこの一曲を聴くだけでルーマニアの、あのなかなかね、うん、日本からでは行くのが大変なような地域の音楽もこうして上田にいながら聴くことができるので。ちなみにルーマニア行ったことあるって人いる？いる。いない。あります？ないです。そう、私たちこうね、ドイツに住んでたんですよね。うんうん、で近いんだけど、でもなかなかやっぱりルーマニアは行くことがないので。なかなかこうね、そういう行かない土地でもこう音楽を通じて感じ、あの空気、その土地の、ね、空気を、で皆さんもその空気を感じながら聴いてみてください。はい、曲に行く前にさっきもちょっとお話しした質問コーナーをしようと思うんですけれど、うん、何か聞きたいことある人いますか？ドイツ以外に行った国はありますか？私は初めて行った国はイタリア、ナポリだったんですけど、うん、ヨーロッパの方に行くことがやっぱり多くて、ヨーロッパはもう陸続き、電車で他の国までシュシュシュって行けちゃうので、オランダ、うんうん、フィンランド、デンマーク、フランス、スペインとかいろいろあの辺行きます。アメリカとか。サラサーテってその作曲家自身がバイオリニストで、バイオリンの技巧的なことをすごく知り尽くした人だったんです。指と指の感覚これぐらいあるんだけど、この辺に来たらもう本当にもう指が重なっちゃうぐらい狭くなるんですね、押さえる感覚が。それがこう入れ替えるのがすっごくすっごく難しくて、それもね実は超絶技巧なんです。あとはこうむせび泣くようなみたいな、こういうあのバイオリンでしかこうないようなあのテクニックがたくさんあるので、最後にその雰囲気をお楽しみください。音の高さはしっかり調節していてすごかったです。音程が繊細でいいと思いました。ピアノの人が、あの伴奏がとても綺麗でいいと思いました。こんなに間近で、あの2人の素敵な演奏に子どもたちが触れていて、全身で音楽を感じて楽しんでいる姿が分かりました。はい、バイオリニストの南紫音です。
私は普段、演奏活動をしているんですけれども、主にコンサート会場でクラシック音楽を演奏しています。最近は小学校などに伺って、音楽に触れる機会のない人たちにも音楽を届ける活動をしています。ピアニストの秋元康介です。普段はですね、一人で弾くソロの演奏であったりとか、あるいは2人以上のアンサンブルの活動、特に3人組の青いトリオというあのユニットで普段演奏することが多くあります。バイオリニストになろうってこうしっかり決意をしたというか、そういうタイミングは今思い返してみると実はなくて、私3歳の頃からバイオリン始めたんですけど、バイオリンを弾くことっていうのが生活の一部となっていたので、でもなんとなくこうやっぱりバイオリンはずっと弾いていくんだろうなっていう気持ちがあって、今までずっとこうやって続けてきたという感じですね。でもやはりこう小学校高学年の頃になったりして、コンクールとか挑戦するようになって、憧れの先輩だったり憧れのバイオリニストを目にして、私もこういうふうに活動したいなっていうふうに思うことは、あって、とても刺激を受けました。そうですね、僕の場合はきっかけとしては、その幼稚園ぐらいの時に、他の習い事よりもこう特に音楽が好きになったっていうのがきっかけで、それでしっかりこうちゃんとピアノというものを習い始めたのは小学校ぐらいで、本当にその頃はまだこう一つのお稽古の一つとしてぐらいだったんですけど、でもやっぱりこうやっていくうちに熱中したりとか、いろんなCD をたくさん聴いているうちに、なんかこういうことをやっていけるといいなと思い始めて、中学校とかぐらいからよりその道に進みたいっていう思いが強くなってました。やっぱりバイオリンって本当に音楽を奏でる前にただ音を鳴らすだけでも本当に美しい音がするなっていうふうに最近は感じていて、特に弦楽器の中でも高音を多く担当する楽器ですので、伸びやかで女性らしい響きを持ったバイオリンの音色にすごく魅了されています。そうですね、弾いてる時の動きはもう完全に無意識なんですけど、やっぱり弾いてる時は曲の持つ感情そのままを自分の中にこう取り込んで弾いているので、体が自然と動いているっていう感じですね。意識して動いているっていうわけではないんですけど楽器の説明だとか曲の説明をしている時 もう子どもたちが本当に熱心に弾いてくれて、みんなで楽しい時間を作れたのですごくありがたかったです。この距離で近い距離で一緒にこう音楽の授業を作って、でこうなんかこうバイオリンでこう音を弾いた時に弦が振動しているのを見て、おーとか言ってすごく反応をしてくれたのがすごく嬉しくて、そうやってなんか自分もこう楽しみながらこの時間を子どもたちと一緒に過ごせました。一番は音楽を身近に感じていただけたら、自分なりのこう楽しみ方を見つけてもらって、何かこの先の人生でこう行き詰まったことだったりとかあってたとしても、心に寄り添ってもらえる存在の一つとして音楽がこう思い浮かぶような、そんな時間にできたらいいなと思って、もう一つはやはり作曲家の思いを伝えたいなっていうのも大きくありまして、それぞれの作曲家が何を伝えたかったかっていうのもお話にしながら伝えたりするのは大事にしてます。なんかこう自分もこの小学生の頃とかってやっぱりこうなんかこう人前に出るのがちょっと恥ずかしかったりやっぱしたし、発表するとかが結構僕は苦手だったんですよ。でもだからこそこうやってこう人前に出て何かこう一生懸命何かをするっていう姿って何も恥ずかしくないし、なんかすごく大事なことなんだっていうのをこう一生懸命な姿をこうちゃんとこう見せたいというか、その思いは特にこう子どもたちの前で弾くときはなんか特に強く思っていますかね。生で南翔さんの演奏が聴けるからすごく楽しみにしてるし、ピアノ習ってるからピアノもどんな風に弾くかを楽しみにしてきました。なんかサントミュージーのこうチラシで、はい、知りました。クラリネットやってまして、やっぱりプロの方の演奏をちょっと聴いて勉強するっていうか、そういう気持ちで、すごく近くで演奏を聴けるっていうのが一番の楽しみかなっていうところですね。はい。
様こんばんは。以前私上田に以前も伺ったことがあるんですけど、その時は確かコロナ禍だったし秋だったのもあって、この千曲川の周りにたくさん緑が溢れているのは今回初めて見られたので、とても雄大な自然と温かい皆様のお人柄に癒されながらいい時間を過ごしてます。解説好きですごく良かった、いい時間過ごさせていただきました。機会があったら見に行きたいと思います。頑張ってください。学校で聞いた時よりも本当の響きを聞けて良かったです。まずご一緒する前から私は秋元さんの演奏をトリオの演奏で映像で拝見していて、なんて素晴らしいんだろうと思って、初めて一緒に弾いた時は本当に1音目からとにかく音が美しくて、もう繊細で、もうその空間がもう秋元さんの音によって美しいものになるっていうので、本当に鳥肌が立つような美しさだったのを覚えてます。なんか南さんはとにかくこう作品にこう自分を投影する、素直にそこの作品と対峙しているところがすごく自分はすごく印象的で、すごくそこが大好きで、この作品が訴えたいものっていうのを何を誇張するわけでもなく、自然と心がこう作品に寄り添っていってる感じっていうのが、こういう風に弾く人はあんまり今まで一緒に弾いたことなかったなと思って、すごく自然にそのアプローチができているのが自分もすごくこう発見っていうか、なんかそういう風な演奏も自分がやりたいなと思ったりとか。嬉しい嬉しいですね。オフの日はですね、ラッコのライブカメラを見るのにハマっていて、朝起きたらチェックして、寝る前もチェックして、家に帰ってきたら今日はどんな風に飼育員さんと遊んでもらったのかなってこうチェックするのが最近はハマってます。おすすめですので、ぜひ。結構僕なんか深夜ラジオとか好きで、なんか芸人さんがやってるラジオとか、自分の地方だけじゃないこうラジオとかもこうネットで聞けるじゃないですか。だからそういうのでこう地方ラジオとかちょっと聞いたりとか、割とそれが結構、楽しみですかね。はい、とにかく食べ物を満喫しています。ずっと食べてて、もうお昼も夜もとっても大事にしていて、今日はとんかついただきましたよね。美味しかったです。はい、最初にすごく美味しいものをいただいて、ひたすら食べてます。先週から上田に滞在していて、上田の豊かな自然と温かい皆様のお人柄にとっても癒されて楽しい時間を過ごしています。また上田に機会がありましたら伺いたいと思っておりますので、どこかで皆様にお会いできたらなと思います。実は僕は8年ぶりの上田での演奏だったんですけど、今回は特にこう子どもたちからたくさんこうパワーをもらって、で自分もなんかこう自分が演奏しに行った側なんですけど、すごく皆さんから元気をいただいて、すごく今回嬉しい滞在になりました。またこちらで皆さんとお目にかかれるのを楽しみにしております。事業内容についてはサントミューゼまでお問い合わせください。日々の生活で芸術に触れることは、心を豊かにし、生きがいにもつながります。上田市が行うサントミューゼの事業は、鑑賞だけでなく、市民が自ら参加することで、地域の人との新たな関係が生まれたり、仲間との豊かな人間関係づくりにもつながっていきます。あなたもサントミューゼで、新しい自分を見つけてみませんか？